皆さんおはようございます。今日も朝がやってまいりました。オジリーマンの朝飲み、早速始めたいところですけれども、今日はですね、朝一すき家に行ってまいりまして買ってまいりましたよ。というわけで今日はすき家祭りです。こんな感じで早速行きましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、金一番絞りです。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきますよ。はい、こんな感じです。まあまあいい感じに入りましたね。では行きましょう。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。行きます。今日も朝から乾杯。あー、うまい。朝一のビールはめっちゃうまいね。そんな感じです。はい、今日の一品目はこれ、サバの塩焼きですね。これね、牛丼屋のやつ結構うまいからね。では早速いただきますよ。はい、いただきます。やっぱり朝のね、おつまみって言ったら焼き魚でしょっていう感じやね。はい、こんな感じで大根おろしものしていただきますよ。油乗ってるからね、これね、いただきます。うん、やっぱり焼き魚にはビールやね、一番絞りが合う。そんな感じです。はい、さらにいただきますよ。これサバうまいわ。うんうん、油がよう乗っとってビールが進むくん、そんな感じです。はい、そして次はこれ、エビチリですね。エビチリもうまいからね、すき家では多分初めてやね。エビチリはどんな感じかな、ちょっと食べてみよう。これえ、これエビちゃうやん。これはヤングコーンか。これ、あ、え、これか。どれがエビ、あ、ここにいた。はい。なんかエビチリの割にはエビ以外のやつ結構入ってるね。でも美味しそう。早速いただきますよ。はい。ではいただきます。うん、お、あ、結構これピリ辛でうまい。ほんと、でもね、エビチリにヤングコーンとか入ってんの初めて見たけどね。いただきますよ。うん、これはうまい。ヤングコーン入ってるし、すっばらしいと思います。それから俺、ナスビが入ってるエビチリって初めて食べるけどね。うん、意外にうまいね。
うん、もちろんピリ辛なんでビールに合う、そんな感じです。はい、そして次はこれ、やっぱりサラダもいるでしょうっていうことでサラダも買ってまいりましたよ。そしてこのサラダのドレッシングは3種類ありましたけど、今回はこのノーマルな和風ドレッシングにさせていただきました。では早速かけていきましょう。はい、ではかけていきますよ。うん、はい、こんな感じです。結構いい感じですね。では早速いただきますよ。はい、では早速いただきます。最近ね、本当に野菜不足なりがちっていうよりもね、健康に悪いものを食べてるからね。最近、昨日もそうやけど、ドーナツの、大食いもうわけわからへんけど、あれ、体に悪いからね、どう考えても。まあ、あんなんパンマンにそそのかされて、食べさせられて、大変です。だから今日は野菜を食べますよ。いただきます。うん。あ、この和風ドレッシングめっちゃうまい。うん、このブロッコリーもいいね。うん、うん、ビールに合う、合いすぎて1本目終了、そんな感じです。はい、2本目はこれ、札幌黒ラベルです。早速いただきましょう。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、こんな感じです。チャンネル登録お願いします。してくれるとめっちゃ喜びます。では2本目黒ラベルで乾杯。うまい、やっぱり日曜日の朝は黒ラベルやな、そんな感じです。はい、そしてさっきのこの塩サバですけど、大根おろしを上にのせて食べてますけどね。うん、一応言っとくと、このすき家さんからはこれ醤油、だし醤油これついてるんで、これかけたらいいんですけど、俺実はね、塩サバの場合は俺のこだわりでね、醤油はかけないようにしてるんです。なんでかっていうと、この俺はこのサバ本来のこの味を楽しみたいっていうのがあるから、醤油かけるとちょっとね、味がわからなくなるから。うん、こういうね、うまい塩サバは醤油をかけません。それだけ言っとくわ。だから一応すき家さんは醤油くれましたよ。しかもだし醤油やから美味しいと思います。これは別の時に使います。そんな感じで、塩サバもビールに合う。ああ、やっぱり午前中のビールはうまいね。
て、サルキチ君、今日は何飲んでんの？それ何？はい、サルキチです。ヨーチンさん、これはですね、札幌黒ラベルっていう僕の結構好きなビールですよ。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはんにもらったと言いたいところやけど、実際にはね、おばはんに今日なんか好きやからビール飲みたいんやけど、サルちゃんの分のビールもくれんのかなって言ったら、お前に飲ますビールはうちの冷蔵庫には冷えてないやんって言って、結構機嫌悪かったんです。なんでかなと思ったんですけど、実はね、今日パンマン休みなんやけど、なんかちょっと今用事があって出かけてるんです。それでね、まあこの日曜日の朝のお食事タイム、おばはんと俺とヨーチンさんの3人でっていうか、俺は人に入るのかわからんけど、とにかくそれで食べることになったんやけど、それがなんかおばはん気に入らんねやろの、なんか機嫌悪いんです。それで俺にビールくれないんですよ。俺に八つ当たりしてくるからね、あのおばはんは。おばはん、いい加減にしとけよ。それでね、仕方ないんで、俺もね、今日まさかおばはんが休みと思ってないからね、ヨーチンさんと飲もうと思って、サルちゃんの基地からこの冷えたね黒ラベル持ってきてさ、飲むかと思ったら、あのおばはんおるからちょっとビビったっていう、そういう話ですけど、今日のこの黒ラベルは別にあのおばはんからもらったわけじゃないからね、今日はサルちゃんの隠し持ってたビールですよ。そんな感じで、ヨーチンさん、今日はバンバン飲みましょう。あのおばはん飲めへんからちょっとほっとこうぜ。そんな感じのサルちゃんです。以上。そうなんやね、今日のそのビールはサルちゃんが隠し持ってたビールなんやね。まあ、サルちゃんの隠し持ってたっていうのは何回か前に発表したと思うけど、うちの冷蔵庫からこっそり盗んでるだけやからね。ビビるわ本当に。サルちゃんそれ泥棒って言うんやで。まあほぼ種市教授と同じやね。そんな感じです。はい、そして今日のメインはこれですよ。これはすき家で新発売になってます、すきミックスっていうね、新しい牛丼弁当の、それのこれはビビンバ牛丼弁当ですよ。これね、美味しそうやね。これになんか辛いやつをかけなあかんし、しかも今日はねちょっと贅沢させていただいて、温玉入りを買ってきたんでね、温玉も割って入れたいと思いますよ。では少々お待ちください。はい、ではまずこれ牛丼ですね。そこにビビンバを投入しますよ。はい、投入。そしてこれかけていきますね。はい、かけていきますよ。これかけるとピリ辛でうまいからね。はい、ではこういう感じですけど、これを混ぜていきますよ。ぐちゃぐちゃに混ぜて食べたら美味しいからね。では早速混ぜさせていただきます。いいビジュアルやね今は。はい、混ぜさせていただきますよ。温玉うまそう。はい、思いっきし混ぜます。
せたらうまいからね、これどう考えても。見てこのうまそうな感じ。はい、混ぜさせていただきました。もうぐちゃぐちゃに混ざりましたよ。めっちゃ美味しそうやね。では早速いただきましょう。はい、こんな感じです。ちょっと食べにくいんでスプーンに変えさせていただきましたよ。はい、いただきます。うまい。ほんとマジでこれうまい。最高やね。今日はちょっとご飯はミニにしときましたよ。そんな感じです。はい、さらにいただきますよ。これほんとうまいわ。うまいし美味しいし同じか。いただきます。うん、うん、ほんとこのナムルうまいね。なんかね、ナムルだけでも別売で売ってるみたいやからね。うん、だからナムルを酒のつまみにするっていうのはありやね。そんな感じです。はい、さらにいただきますけど、めっちゃ美味しそうやね、これ。うまいからね。このナムルってなんでこんなうまいんやろね。ようわからんけど、いただきます。うん、うまい。うますぎてビールが進むくん。そんな感じです。ほんとこのビビンバ牛丼めっちゃうまいわ。おすすめです。うん、ビールがどこまでも本当に進むくん。そんな感じやけど、そろそろ長なってきたんで、この辺で撮影は終了したいと思います。ということで、もうかなり全てカットにさせていただくんで、今日も見てくれてありがとう。そしてコメントとグッドボタンは入れといてください。そんな感じで今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。ユーロピクー。